演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いします。ちらサントリーのブラックコーヒー3種類を飲み比べたいと思います。まあ、こちらのミルクティーと無糖紅茶については以前レビューしたことがありますので、そちらを参考にしてもらうとして、このレモンティーが今回のメインですね。というわけで、まずはこちらの以前飲んだことあるミルクティーから飲んでいきたいと思います。さて、今回はいい味がしてるのかな。さて、では飲んでいます。お二方は以前も飲んでますからね、その時変わりませんね。あ、つまり美味しいってことですよ。いい意味ですからね。はい、では最後にこちら今回の本命レモンティーです。これ振らなくていいのかな。振ってとは書いてないですね。それではレモンのいい香りがします。では飲んでみます。あなたが新しいボスなんですね。他のお二方とはやっぱり違いますね。でも私が従う。レモン果汁の味はしっかりと染み渡っていって、飲んだ瞬間にそれを感じることができて美味しかったんですが、もうちょっと酸味が強くてもいいかなと思いましてね。朝一飲むのであればすっきりできますし、仕事の息抜きにもいいと思います。ちょっと酸味が強ければもっとシュッとできたのになっていうちょっと惜しい部分がありましたので、こちらの点数とさせていただきます。レモンティーとして考えればかなり美味しかったですよ。それでは風鈴にほどきは宿るか謎、夏の風、夏の風に招かれた仏様が風鈴に宿る、そういうのがいいかもしれないですね。おっと、で最後になりました。今回この3種類を飲み比べて、やっぱり自分の中ではこのミルクティーが一番お気に入り、まあ、自分がそもそもミルクティーが一番好きというのもあるのですが、やっぱりミルクティーの味が一番濃厚に感じられたので、その次はレモンティーかな。でこのシンプルなのもいいんですけど、やっぱりちょっと物足りない部分もありますね。これが一番ね、今回の中では低いかなと思います。でもどれもおすすめできますので、ぜひ皆さんも飲んでみてください。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画拡散していただけると、このボスたちにどうかその時間を捧げていただけると嬉しいです。縁変縁。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。